ハッカーミミのね、電子版を4月15日に発売して、で、書籍版もね、実はね、5月1日発売ってしてたんだけども、多分ね、4月20日ぐらいに届くのかな。うん、そのぐらいに実は手配しといたので、まあ、今から注文すれば多分ね、そのぐらい届くと思います。で、ここにあるのはね、作者の高峰波樹先生のね、えー、サイン入りの本です。一つ一つね、キャラが書いてあるんですね。 それで下の概要欄にも書いてあるんですけどもハッカーミミのツイッターアカウントをフォローしてそれでハッカーミミを読んだよというハッシュタグで本の感想をつぶやいていただけると抽選で10名様に当たります今月末が締め切りですもう裏アカウントとかでも全然構わないんであの応募していただければと思います今のポースペースだと多分全員に当たってしまうんじゃないかなと、まあ、そういうことですね でちょっとねいろいろ後悔してることがあってこのチャンネルの視聴者層っていうのが、実は管理画面から見えるんだけども、それによると、45歳以上がほとんどで、で、しかも9割以上男なんですよね。そういう視聴者,数視聴視聴者層にね、こういう、 いわゆるその獣リボ本が需要あるかっていうと、いやでもある意味ね、そういう視聴者層だからあるんじゃないかっていう考え方もあるんだけども、多分マーケティングとしては失敗してると思うんですよね。ただうちはね、あの、電通と組んでたりとかね、プペなんとかみたいにね、あの、信者にオンラインサロンで売らせるとかそういうえげつないことやってないので、 で、あと、応募については、あの、届け先をお尋ねしますけども、絶対その応募先は破棄しますんで、その住所でポンに乗ったりしませんので、ぜひね、あの、信頼して応募していただければと思うんですね。ということで、今日はあの、プロモーション動画でした。あまり深い意味はないんでね、あの、あまり深く考えないでいただければと思います。ということで、次の動画をお楽しみください。